エデルことエデル・チタディン・マルティンスは、ブラジル出身のサッカー選手。イタリア代表。サンパウロ FC 所属。ポジションは FW。祖父母は、イタリア人。2003年に、ブラジルのクリシーマの下部組織に入団し、翌年にトップチームデビュー。2005年にイタリアセリエへのエンポリエ移籍。2007年3月18日の SS ラツ予選で、イタリアデビューを果たした。 しかし、デビュー後は、出場機会に恵まれず、クラブもセリエ B へ降格。翌シーズンもエンポリに残留したが、その後もベンチ生活が続いたため、2007年12月にセリエ B のフロジノーネ移籍。2008から09シーズンには33試合14得点を記録した。フロジノーネでの活躍が評価され、2009年に、 セリエ B のエンポリエ復帰。復帰1年目の2009から10シーズンに27得点を叩き出し、セリエ B 得点王に輝いた。セリエ A に所属するブレシア、チェゼーナへのレンタル遺跡を経て、2012年1月にセリエ B のサンプドリア遺跡。冬遺跡ながらも19試合後得点を記録し、セリエ A 昇格に貢献。 セリエ昇格後もクラブの中心選手として活躍し、2014から15、シーズンには前半戦だけで19試合12得点を記録する活躍を見せた。2016年1月29日、インテルナツヨナーレミラノに買い取り義務付けの2年契約で、レンタル移籍。契約は2020年夏までの4年半。背番号は、サンプドリア時代と同じ23番。 2016年1月31日に行われた AC ミランとのミラノダービーでインテルデビューを果たした。2016から17シーズンには対談したロドリゴ・パラシオに代わりキャプテンであるマウロ・イカルディの貴重な控えとして途中出場が大半ながらも8得点を挙げた。2018年7月13日、コースソ,ソネー足玉クラブに移籍した。2020シーズンは 高祖ソネーの中国スーパーリーグ優勝に貢献するが、給料未払いなどの問題からクラブに不信感を抱き、不相応な待遇を受けたとして、クラブの親会社であるソネーグループへの怒りを表し対談した。クラブは間もなく中国スーパーリーグからの脱退を発表している。2015年3月22日、ブルガリアとのユーロ2016予選、及び イングランドとの親善試合に向けたイタリア代表メンバーに初招集。2015年3月28日に行われたユーロ2016予選、ブルガリア戦に後半から途中出場しイタリア代表デビューを果たすと試合終了間際に同点ゴールを挙げ代表初得点を記録した。UEFA ユーロ2016では2016年6月17日に行われた グループリーグ第2節のスウェーデン戦で0から0で迎えた88分に決勝ゴールを挙げイタリアのグループリーグ突破に貢献した。ありがとうございます。